はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おやすみなさい。はい、マフィアシティ世界のニュースやってきました。裏情報から何から全部こちらの方で公開、大公開していきたいと思います。これからね、世界、すべての世界、すべての都市、すべてのユーザー含め、すべての人対象で今からね、ニュース、マフィアシティニュース始まってきますよ。こちらね、裏側マフィアシティニュースでございます。はい、第1弾がこちらになっておりますが、いろんな都市、いろんな組織、いろいろと情報があると思いますが、こちらの方でいろいろとこれからね、紹介していきたいと思うんですよ。それで、すべての人対象なので、世界ランカーさんから、一番最初の始めたばかりの人まで対象となっております。誰がこれからニュースに現れるかわかりませんけど、私がいろいろな人から、いろんな都市の人から、情報を得た、形、内容、話、いろいろとそのまま、皆さんにお伝えしようかなと思いますよ。すごい話、やばい話、裏の話、全部大公開しちゃうと思います。全部大公開しちゃおうと思います。はい、なので容赦なくいきますよ皆さん。今回はね、第1弾なので甘口からいきますね。甘口、中口、辛口とあるんですけど、甘口コメントから今回ね、第1弾始めたいなと思います。第100弾ぐらいまで目指してやっていきたいと思いますんで、さて皆さん、私が皆さんよ、ね、私がニュースに乗らないとは限りませんので、目立つ人から言っていこうかなと思うんですけど、話にね、乗ってる人、なってる人、噂になってる人、裏情報、こいつやばいぞとか、実はこういう逸話、こういう風に言ってるぞとか、そんな情報ありますんで、たくさんやっていこうかなと思いますよ。やばい情報もそうなんですけど、やばい情報だけではなくて、面白い情報とかもね、これから言っていこうと思いますんで、第1弾甘口で言ってきましょう。はい、始まりますよ。はい、どうも始まりました。第1弾こちらです。都市1386から始まりますということで、他の都市もね、いろいろとやっていくんですけど、すべての都市あります。都市番号1番から1000何番まであるじゃないですか。全部いきますよ。全部いっちゃいますからね。すべての都市含めてランダムでいきますから、今回は1386ですね。1386に、はい、どうも、こちらいます。こちらゴミちゃんがいます。ゴミちゃんがいますね。まあ、ゴミなんですが、こちらの人ね、最初に紹介しておきますが、わかりやすくね、ゴミでございます。はい、なぜかというと、こいつはね、攻撃をしてきたんですよ。はい、どうも、こちら攻撃の戦闘履歴はこちら。攻撃してる割には前走になってるじゃないですか。何やってるんでしょうかね、この人は。何がやりたいんでしょうかね。一体この人は何がやりたいんでしょうか。よくわかりませんけど、前走になっておりますよ。はい、そこでこのゴミちゃんがね、いるところは私たちの組織の拠点の中なんですよ。全くゴミちゃんはね、ゴミ箱に行ってほしいので、ここはゴミ箱ではありませんから、移動していただきたいですね。はい、何やってるかわかりませんが、こちらの方にゴミがいますということで、ゴミが入っておりますね。組織に入れる気は全くありませんので、ゴミはゴミ箱へ行ってください。そしてメッセージあります。いきます。はい、こちらの方がね、メッセージなんですけど、メッセージ何回もね、送ってきてるみたいなんですけど、返事する価値はありませんので、返事しませんよ。私はね、通常の人には返事しますけど、ゴミの人にはね、返事しませんので、ご了承くださいってな感じで、これね、ゴミちゃんいるんだけど、ゴミはゴミ箱へ行ってください。場所間違えてますよ。仲間になるつもりはね、全くありませんので、参加させるつもりは一切ありませんので、ゴミはゴミ箱へ移動してください。よろしくお願いします。今回ね、甘口でコメントしていったんですが、中から辛口ありますんで、辛口の方は期待しててください。僕は世界ランカーの方でも、中級の方でも、初級の方でもたくさん行ってきますんで、いろいろとやっていきたいなと思います。今ただ今現在攻めてきてるゴミちゃんもいますね。こちらから攻めてきてるゴミちゃんもいますが、遠くからバイク1でやってきてるんでしょうか。はい、こちらの方に入りましたが、ゴミちゃんがぶっ壊しております。はい、大人気でー、組織サタンは大人気ですよ。今からね、これからどんどんと情報を公開していこうと思うんだけど、裏の情報とかを期待しててください。こいつ実はすごいヤバいという話たくさんありますんで、全部大公開、すべて大公開しておこうと思います。ヤバい話だけではなくて、この人は意外とすごい、この人はこういう風だなども、いろいろと情報を公開していこうと思います。裏でえぐいことやってる、いろいろとやってる、そういうやつだね、ダメじゃないかと僕は思うんですよ。はい、片っ端行こうかなと思います。上限日本一マジユーだ、期待しててください。はい、皆さんこれから注目です。ご視聴ありがとうございました。